ショップマストイ犬です。今回は、ミズノの金具スパイク、ライトレボ02、ベルトタイプ限定の新商品ご紹介となります。前回のモデルのコケ板となっておりまして、さらに軽く27センチ、220グラムとなっております。片足計算という形ですね。そして、もちろんアッパーのタイプは、薄い、一枚側のスキンと、 なっておりま,すまあこちらに縫いはもちろんあるんですけれども一枚側でですね非常にフィット感がよく軽さが抜群という形ですそしてですね層になっているので非常にですね安心感の方も感じられるかなと思いますただですね履くとですねとにかく軽くもはや履いていることをか、まあ、感じないぐらい軽いっていうで 水のですね、ご紹介となっております。そして、限定ラベル、かっこよく搭載となっておりまして、ベルト式になっておりまして、やはりですね、長さによって長すぎる人も中にはいらっしゃるので、こちらのベルトの長さを調節、切ることができますという形ですね、なっております。そして、スーパーライトソール搭載です。こちらによってですね、防止球を元にして、外側に配置しております。それによってですね、地面をしっかり 神えー、グリップできっていう形ですね力強い蹴り出しをできるっていう形ですさらにですね、えー、ディフレックスグルーブ 機能によって、えー、走るときのですね、どうしてもねじれが発生しますでそれによって、えー、蹴り出しをですね、うまく、ね、力に変えサポートしてくれるソールとなっておりまして非常にですね、走るのにもってこいの、ね、スパイクさらに軽くっていう形となっておりますのでぜひです、ね、こちらのベルトタイプもおすすめさせていただきたいと思いますではこちら以上ですありがとうございました